形状目活本古滑字版、源氏物語、または古滑字本源氏物語とは、江戸時代初期に刊行された古滑字本の源氏物語の半本を言う。平安時代中期に成立した源氏物語は長く、写本のみによって人々に伝えられてきたが、江戸時代に入ってから半本による源氏物語の出版が始まり、それによって、それまでとは比べ物にならない数量の、 源氏物語の本が裕福な庶民にまで普及することになった。このような源氏物語の半本のうち、正半本に以前に存在した、枯渇寺版、源氏物語、または枯渇寺本源氏物語と呼ばれるものがある。この枯渇寺版、源氏物語は、源氏物語の半本のうち、固有の表題を持たないことから、無印源氏 また、差し絵や注釈を持たず、源氏物語の本文のみを内容としていることから、祖源氏と呼ばれることもあるものの一つでもある。伝差が本源氏物語や1623年刊行と見られる、元は本、源氏物語などいくつかの存在が確認されている。正版本は、同じ版木を使う限り同じものが印刷されるのに、対して、 古活字版は印刷の旅活字を組み直すため印刷の結果が少しずつ異なることになるために歓喜が存在しないとどのような版が存在するのか明らかにならず現在でも不明な点が多い。広く普及した古活字本源字物語としてはの二つがよく知られており、この他に現物が確認されているものとしてありがとうございます。